こんにちは、国顔絵師のもんもんです。今日はレトロ似顔絵描いてみたいと思います。有名人をレトロなタッチやレトロな衣装でタイムスリップしたような昔っぽい雰囲気の似顔絵に仕上げます。今回は中条あやみさんを昭和ロマン風に描いてみたいと思います。モデルとしても活躍するあやみさん、最新トレンドの着こなしには目を見張るものがありますが、金田一耕助のドラマではバリバリ昭和の大物女性歌手を演じていました。レトロファッションに身を包み、ドロドロとした世界観にどっぷりとハマっています。これもまたおしゃれで、あやみさんの新しい魅力を発見した人も多かったのではないでしょうか。そんなあやみさんのキャラも活かしながらレトロ似顔絵を描いていきたいと思います。果たしてどんな作品が生まれるのでしょうか。ぜひ最後までお楽しみください。ここからは筆ペンで実践を入れていきます。髪型や服装に古き良き時代の雰囲気を入れて、表情も少し大人っぽいアレンジで描いていきます。ここからどんどん独特の味が出てきますよ。目が離せない中盤線、引き続きお楽しみください。いよいよラストスパート。ここからはパンパステルで色を塗っていきます。パンパステルは微妙なムラ感も表現できる画材なので、レトロな雰囲気にぴったり合いそうです。古い映画館の看板にあるような、飲み屋街の片隅にあるような、そんなちょっと哀愁のある似顔絵になりそうです。果たしてどんな結末が待っているのでしょうか。一緒に見届けて行きましょう。チャンネル登録お願いします。